はい、どうもサンドでございます。続きやっていきましょう。今回は前回、無事に弾くことができましたボイスの、サングラス歌教員、ちょっと長いのでグラスインって呼んでいこうかなと思っております。このグラスインと、現状、最適パートナーはボイスのバニラアイスっぽいんですが、まあ弾けてないので、同じく激化で、使えそうな、ボイスリゾットですね、こちらを合わせて使っていきたいと思います。2部の、シュトロハイム激化の方も、なかなか相性がいいようですね。ついにね、長い間ボイオン環境でしたが、グラスインに変わってきましたね。トップの方は億単位でスコア出してるみたいで、まあ、俺はちょっとうまくできないのでそこまではいかないですが、ちょっと使用感をね、こちらで見せていけたらなと思っております。スコアター中は音声切っていきたいと思いますので、とりあえずそちらをご覧くださいと。お前にもう打つ手はない。とどめだ、食らえメタリカ。20m、エメラルドスプラッシュを。20m、エメラルドスプラッシュを。お前はもうどうしようもない。とどめだ、食らえメタリカ。食らえ半径20m、エメラルドスプラッシュを。お前はもうどうしようもない。とどめだ、食らえメタリカ。食らえ半径20m、エメラルドスプラッシュを。お前はもうどうしようもない。とどめだ、食らえメタリカ。食らえ半径20m、エメラルドスプラッシュを。
してはない。とどめだ、食らえメタリカ。食らえ、半径20メートルエメラルドスプラッシュを。教員には戻らない。はい、ということで、スコアタ4000万は動画で、撮れたんですけど、それ以降なかなかうまくできなくて、最高は5300万まで出たんですけど、まあ強いですね。ぶっ壊れですかね。まあリゾットじゃなくてバニラだったらもっと、消去の回数がね1回増えるはずなので相性いいんでしょうね。ただスキルチケットがないからもう追えない、追って取っても育てられないんでね。いやー、華経今強い。もしね無課金で、石貯められてる方や、まあ、課金多少してもいいよって方は取りに行ってもいいんじゃないかなと思いますね。消去系でお邪魔に対しても強いということで、しばらくは腐らないんじゃないかなと思ってます。ということで今回はこちらで動画終わりたいと思います。使い方でね、こういう風にした方がいいよっていうアドバイスあったら、ぜひ教えてください。なかなか壁がね、越えられないでいます。それではご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。じゃあまた。